今日は、京急ローチの小川丸と立ち魚釣りに来ております。今、川野君がかけたようです。取り込みのところなんですが、どうしますか？来てますか？おー、いいのが来てますか？はい、取ってみてください。はーい。はい、OK でーす。はい、取れました。OK でーす。8時10分ぐらいですかね。やっと佐渡市民の方に来ました。そこそこ方もいい感じですね。回ってから結構、活性が高まって当たりが多くかかりもいい感じになります。今川野君が当てて取り込むところです。逃げれた。残念。バレました。残念でした。こういうこともあります。はい、今かけて取り込むところですが、今度はかかってるから。今度はかかってますか。ちょっと小さい。ちょっと小さかったですね。活性高いんですけど、ちょっと肩がばらけてきました。はい、残念でした。はい、でした。はい、OK です。はい、OK です。午前11時ちょっと前ですね、観音座行きのこの大船場、これだけの船がいてもそこそこ価値は釣れております。10匹ぐらい、まあ、裏口にしまいましたけど、10匹ぐらい、あと30分か40分ぐらい、もうちょっと頑張ってみます。川野君とお友達の、2人で、半日戦、で16本釣れたそうです。すごいです。このクーラーもすごいんですけど、太刀魚の長いのが全部入ってきますね。はい、ただいま11時45分です。起き上がりでした。